おはようございます。今日は原宿、さあゴールデンウィークに入るんで人多そう。10時の時点ではあんまり人がいないかな。さあこれがね、雨が止んでどうなるか。滑りやすいのでお気をつけください。今日はこれから8台に行ってきます。岡ベイクさんのラストランでは行ってまいります。やっと着きます。まだあるかな、ドキドキ。無事に1個ずつビクトリアとスコーン買えた。お疲れ様でした。またどこかで会いましょう。お世話になってます。ちょっと明日の交渉してきます。やばい、窓ガラスの休憩、残りも行ってきます。ショーター、やっぱり激動でしたね。帰ります。何日ぶりのジムだろうか。ペペと合流してイオンジムに行きます。もちさんがこっち、もちさんがこっち。あー、渋谷ただいまいホーム。おお、もうめちゃくちゃでかい。大きい。トムキャットの食パン。晴天。おはようございます。今日も原宿。すでにアイムドーナツに100人以上の列ができています。今日はやばそうです。はい、到着。今日も最高の一日に行ってきます。休憩、残りも行ってきます。おはようございます。今日は保険の手続き、ヨガマーケット、渋谷のみの市、渋谷のスクランブルスクエアのコーヒーイベントにお出かけして、ペペと合流します。では盛りだくさん、みんなに会ってきます。行ってきます。日陰に入るとめっちゃ気持ちいい。日傘持ち歩くのあれなんで帽子持ってきました。久しぶりに楽しみだな。保険の手続き終わったので次は両側に移動します。都立大からちょっとミーナが出店手伝ってるところ遊びに行きます。はい、都立大からトーンタネっていうカフェまで歩きます。ぶどう歩きます。気持ちいい、いいね。久しぶりの公園歩きます。めっちゃ緑の感じ、めっちゃいい。ペペと一緒に行きたかった。がんぺー .com。 そろそろみんなのところに着きます。ここは並んでるのがそうかな。行ってきましょう。自己紹介で気持ちいい。みんなに会いました。ラッキー。これ持ってヨガマーケット向かいます。ヨガに着きました。久しぶりのヨガマーケット行きます。何ヶ月ぶりだろうのヨガマーケットに行きます。楽しみ。いや今日マジで天気良すぎるのよ。
暑い。今年の夏どうなっちゃうんだろう。暑いのもいいけど暑すぎるのは嫌ね。そろそろ着きます。楽しみ。盛り上がってそう。お話ししてる。どんな反応？素敵な場所です。いつもありがとうございます。残りも頑張ってください。ワクワクモリモリセットです。かわいいお花、ありがとうございます。皆さん次の場所行きます。トランブルスクエアに行きます。もちもちの雰囲気になります。間違えました。スクランブルスクエアはこっちですね。行きますよ。12階まで登ります。まだ9階。素敵な場所を見つけた。盛り上がってる。頑張れ頑張れ。最高空間でした。ありがとうございます。原宿行きます。使用します。とりあえず、ドットコムで。お疲れちゃん。お疲れちゃん。頑張っているね。久しぶり。元気？大丈夫？戦友たち。こっちと合流です。熱です。マジ？昼抜きです。マジ？おれしよ。男盛り。美味しかった。うわ、うん、なんか用な。おお、すごいね。ラフォーレプルタモスタンドキッサマック。ちょっとね、あのガラスを見に来ました。ガラスがはめられたはずなんで、ちょっと静かめで。
わ入ってるわ、うわさいいね、いいね、うわダウンライト入っちゃったやべえ、うわできてきたやべえ、うわできてきたわやべえ、ナンパねー、なんか良くないかな、やば、ナンパねーぜ、すごいここにダウンライトがつきました、明るい、めちゃくちゃ明るい、ハンパねー、あ、違う、え、すげえ、すごい、全然音しない、すごいっす、愛しいぜ、いやすごい、ここにねゴールデンウィーク中に棚が来ますんで、うん、そしたらいよいよ、そうこのカウンターの色がですねちょっと黄色っぽくて、ここの色とはほら全然違うんです、合わせたいな、はい、これは4月30床も床をね水谷さんたちと塗りますんで、はいはいはい、ここはおーもう一回換気扇、ちょっとうるさい、結構ボーンっていっちゃう、あ、で、ここの換気扇か、うん、喫煙所の、うん、ここがあれか、でもまあ換気できるのいいね、うん、これは仕方ねえな、なんかやっていきながら、いやーすごい、ちょっとトイレットね、しゃなし、いや愛おしい、一生いたいぜここに、いや入り口がもう愛おしいね、壊した甲斐があったよおー、かぼちゃんいかがでしょうか、丁寧に、ただいまマイホーム、今日のこっちの購入品、おー、あやかちゃんの、あやかちゃんの、これもあやかちゃんの、これはハレさんか、これはしきさんか、おいしそうやな、こっちはブックカバーを作ったんだ、今日もらったお花の包装紙を使ってニンニの動画を見て作りました、かわいいですね、猫ちゃんですね、ほらにゃー、気分でこっちにも変えられるようにこっちも作った、うん、こっちはコーヒー、あー、ちゃんと宣伝プロフォーム、確かに、へー、いいね、ボタンとかわいい、はい、オカベイクさんのスコーン、ふんふん、これから長い間食べれなさそうなんでじっくりと味わいましょう、